ということで、今日は前回に引き続き文武天皇のところやってきます。いやー、これは実はすごく面白くないと前回も言いましたが、今回もすごく面白くないですよ。しかしこの基礎を押さえとかないと、あの人間関係というか組織が何も分からなかったら人間関係も分からないんです。ということで、これはもうここで抑えていくという気持ちになってください。いいでしょうか。まず中央管制、これを二管八省一代五衛府と言います。二管八省一代五衛府、二管とは人気管と太政官です。八省とは中塚左京が紹介始まる八省、そして一代五衛府、二管八省一代五衛府と捉えてください。いきます、せーの。二冠八将一代五衛府、二冠八将一代五衛府です、ということで、何をやる官庁かと言いますと、神技官、こちらは祭司、つまりすなわち官主さんです。神技官という役者を見るのは官主さんです。一番上は神技伯と言いますけど、神技官、官主さんです。次に行政太政官、これは現在の内閣にあたります。現在の内閣にあたります。次に壇上代監察、これはなんで警察と書いてないかというと、実はですね、壇上代というのは役人の不正を暴くところなんです。ですから天皇の兄弟が長官をやってます。役人の不正を暴けるのは、あの太政官はね、自分でやるかもしれませんからね、その不正を暴くのは天皇の兄弟にするんですね。大体天皇のお兄さんとか弟が壇上代の院って言って一番上の長官になります。結構いいシステムですよね。要するにちゃんと裁く組織を行政書士組織と分けてるっていうところがいいと思います。五衛府は警備ですね。天皇のいる皇居を守る、これはまあ5つあるんですが、途中で6衛府に変わります。イメージとしては6衛府を覚えておいた方がいいと思うんですけどね。天皇に一番近いところにいるのが近衛府です。これは長官から言うと近衛の大将、近衛の中将、近衛の少将というふうになります。この近衛府の役になるというのは、憧れなんです。なぜかというと制服がかっこいいんです。むちゃくちゃかっこいいんです。近衛府の役人の制服がすごいかっこいいんで憧れです。まああのそうですね、五衛府の中ではその一番もう親衛隊の中の親衛隊ですね。その外に衛門府っていうのがあります。この衛門府は左右の衛門府に分かれてますから、あ、この辺もまた分かるんですけどね、右近衛府とか左近衛府に分かれるんですけどね。そうですね、左近衛府だと左中将だった北畠家とか有名ですね。右近衛府だと右大将の源の頼朝とかが有名です。衛門府は左衛門と右衛門に分かれる。左衛門で有名なのはそうですね、まあこの時の公家ではないですが、武家では役職だけ形だけもらうことになってますが、豊山の金さんは遠山左衛門の城でしたからね、左衛門府のナンバー3ってことになりますよね。実際まあ公家ではないんで働いてませんけど、でその外に兵衛府がある、兵衛府があると、まあ近衛府、衛門府、兵衛府が左右に割れていたと押さえてくれればいいです。そして中塚省、式部省、事務省とありますが、それぞれ押さえておいてくださいね。中塚左省は省書、天皇の命令を発給するところですから、今で言うと内閣官房だと思ってください。内閣官房だと思ってください。ただ中塚左省の長官は内閣官房長官とはちょっと違うんです。太政官の、大納言さんが官房長官です、どっちかというと。で次に式部省、これは学校の担当と文官の人事担当です。人事院兼文務省みたいなものだと思ってください。次に事務省、事務省というと外交、今でいう外務省ですね。儀式とかも担当します、今でいう外務省。
そうですね、ジブっていう名前つけて有名な、石田ジブ醤油三成ですよね。石田ジブって言われてますから。あの昔あんまりあの本名で読まないんですね。役職名で言うんで、だから役職をつけていったんですね、名前を。実際の、平安時代とは違います。江戸時代の役職は戦国も。兵部省、これは軍事です。現在で言うと防衛省になります。次に行部省、司法機関です。これは現在で言えば、法務省にあたります。そして大蔵省、財政担当省。まあ現在の財務省ですが、実は701年ですからね、皆さん。701年から大蔵省あるんですよ。内閣の歴史っていうのは、まあ200年程度でしょ。大蔵省の歴史って言ったら、もう千何百年ですよ。ということで大蔵省が一番金も握ってるし強いんです。そして宮内省、宮中ですね、の担当です。これ一応8省は何やってるかっていう押さえ方をしないとダメですね。一個飛ばしましたね、民部省。もう僕これ大嫌いなんですよ。これ国税庁です。今の税金を分取っていくやつらです。ですから民部省ちょっと飛ばしてしまいましたね。一応押さえておいてください。そういう違いです。でも分かりやすいじゃないですか。民部省って言ったら国民のための官庁なのかなって期待したら、民は税金と考えてるわけですね、昔から。すごい分かりやすい考え方ですよ。あとはすぐ出てくると思います。民は税金と考えてる民部省と外交担当の事務所、あとは学校と、文官人事の指揮部署というのはちょっと覚えにくいところでしょうか。さあ、次にこちら畿内七道に移ります。地方組織です。畿内というのは、今の大体近畿地方です。五畿といいまして5つの国があるわけですね。まあ摂津とか河内とかね、泉とかね、そういうね、山城とかっていうのが、まあ、畿内と言っていいです。そして七道っていうのは、実は幹線道路であり地方区分であるんです。巨大な幹線道路が7つありまして、その7つの周辺を地方区分しているというのがあります。まあ東から行くと東山道、東海道、それから北陸道、ここは分かりやすいですね。東山道、東海道、北陸道、そしてまああの山陰道、山陽道分かると思うんですが、意外と間違えるのが南海道です。南海道どこだ。大阪の人間だったら分かるんですけどね、南海電車って言って、ね、和歌山県の方まで行く電車があるんですが、ね、すごいですよ、あの電車は。普通にうどんの器を立ち食いうどんで食いながら、その器を持って出ていくんです。電車乗るんですよ。で、器を置く場所がなんとホームにあるんですよ。恐ろしい電車がございます、南海電車。でさらに、南海道はだからちょっと変わってるのが難しいんですが、和歌山県にあたる紀伊の国と四国の一部も含んでるんです。あの高知の方のところの近いところだから、そのあたりでちょっとってなんです。九州は西海道です。ですから南海、西海と、また逆に言うとで、山陰、山陽ときて、北陸ときて、東山道、東海道と持っていくわけです。7道です。北海道ができたのは、明治です。名前を北海道に変えたんですね。なかなかセンスのある名称だと思います。さあ、そして、まあ、ちょっとこれはあの僕正直言うとあんまり税金の問題嫌いなんで、あんまり詳しく教える気ないんですけど、ちょっと詳しいところ言っとくと、機内は特権がありまして、町が1/2、共同産物は1/2、他のところに比べて、他の国に比べて5つの国はで、要は取らないというありがたい部分があります。それはやっぱりその都の近くの周辺が豊かになるようにという発想でしょうね。それがまあちょっと押さえるところでしょうか。なお共同産物というのは大体どの国はこれ、この国はこれって決められてます。大体、決まってますが、そこまで覚える必要はないです。まあ今だったら何なんでしょうね。茨城だったら水戸納豆とか、広島だったら牡蠣とかになると思うんですけど、でも
まあ広島は牡蠣の養殖始まったの最近ですからね、牡蠣以外を、ね、送っていたのかと思います。さあ、そして左右の教職、これはあの、京都は左と右に分けるんです。で、まあ左京区、右京区ってことは使われてますけど、この左右の教職のトップは左京太夫、右京太夫と言います。さっきはあれだったら左京、右京とか出てきますが、これはあの権力を独占させないためなんですね。あの分散してると意外と話し合ってうまくいく場合もあるんです。意外と、そして、東西の位置つかさ、これも、東と西に位置を作る、位置を作るわけです、ね、これは逆にお互い頑張り合って上に上がっていくっていう努力が作られます。これを管理するトップは、まあ一の神って言うんですけど、一の神の称号を持ってる人って言うと片桐勝元でしょうかね。確か、そして摂津式、こちら途中に抜かれます。遣唐使が一旦廃止されましたので、一旦地がもう廃止されたので、摂津の港に無理につける必要はなくなったわけです。そして太宰府、こちらも九州、西海道、九州全土を支配できます。そういう特殊な役所です。ここでのポイントはどこかというと、ここでのポイントはここでのポイントは大という字です。いいですか、大という字です。あの太宰治とか他にも歴史で出てくる学者の太宰春大とか、全部天ついてますよね。現在の太宰府市も天ついてるんですよ。だけど入学試験の日本史の入試では絶対天つけないんです。絶対天つけないんですよ。まあこれで、ね、落ちた人いますからね。で入試の時注意してほしいのは、あの例えばこう枠がこれぐらいあるような枠の時に小さい字を書く人とかいるんですが、すごい小さい字を書く人いるんですけど、見えねえよっていう字を書く人いるんですけど、あのこれはちょっと無理かなと。これはもうアウトです。あの受かるために受けてるわけですから、あのこれはちょっとアウトです。あともう一つ多いパターンが、まあ太宰府の台を書いてるときに、あれなんか点打ってるような気がする。まあこっち側でやってみると分かりやすいんですけど、ここが回答欄としたらなんか点打ってるような気がすると、ちょっと打ってみようかって打ってみる。これやめてくださいね。全部消して打ってください、どうせ間違えるんだったら。これはねまずいんです。で結局どっちだったかなって、でもあの竹内先生は打っちゃダメだって言ってて、また消す。でもあの先生大丈夫だろうか、やっぱり点打つというのを繰り返してうちにもうぼやけてるんですよ、この段階で。そしてはい試験終了ですっていう時に薄く線を描くやついるんですよ。最悪です。薄く線描くやついるんですよ。これここまでやると分かりやすいんですけどね。薄く線描くやつがいますから、それはダメ。もう間違いだと、間違いという潔さです。昔早稲田大学入学試験は僕らの頃は、全部ボールペンか万年筆って決まってました。鉛筆禁止だったんで消せないんです。確信を持った回答しか書けないようになったんです。さあ、次に行きましょう。あ、太宰府のトップは太宰の措置と言います。これはだから九州全土を制するんで、有名人だと実際の太宰の措置はあんまり派遣されないんですよ、途中から。そのために権の措置というのを派遣するんです。ここで有名なのは、菅原道真です。流されてますから。で流された菅原道真はなんでそうなったかというと、彼右大臣だったんですね。すごい高い位置だったんです。で地方に流すとしても、よりによって流すとしてもあんまり低い位置につけれないんで、
実は太宰府の長官は中納言と同じくらいなんです。大体中納言と同じくらいなんです。昔は中納言に中納言になるには一旦太宰の措置になってからっていうパターンもあったぐらいなんで、それで太宰の措置になる人が多いです。源の高明もそうですね。左大臣だった源高明も、太宰の措置になっています。ということで、まあ偉いさんが流される時は太宰府が結構多いです。まあ位もちゃんとつけてくれてますからね。まあ地形になんでしてなかったかというと、本当に悪いことしてるわけじゃないんです知ってます。流す側は知ってるわけですよ。本当に悪い人じゃないから、強引に流すわけですから、まあ実際冤罪なわけですから、知ってるんで流罪で済むんです。だから平安時代はどっちかというと死刑は方言平人の乱までは全くなかったっていうのも、まあ事件っていうのはほとんど冤罪が多かったということでしょうね。あの公家の場合は、武士の場合殺し合いで切り合いますけどね。さあ、国、公理、里、保、庫とあります。これは大体の、地方行政単位です。国っていうのは大和の国とかね、武蔵の国とかでしょ。その中に軍にあたる公理がある、そして里があります。庫、庫なんですが、庫っていうのは一つの家と考えてください。で、保はその途中に作ったんであんまり使われませんよ、有志派。利っていうのは50個、庫を50個集めたものを利って言います。トップは国、国は国司、で国司の中にも司等官がありますから、上助上左官がいます。武蔵の上、武蔵の助、武蔵の上、武蔵の左官というふうに言います。氷の場合は軍事さんですが、軍事も大領、少領という感じで主政、主長と司等官があります。佐藤さんは村の村長さんみたいな感じでしょう。でこの子っていうのはちょっと2種類分かれます。これ詳しいんですが、意外と言うんで言っときますと、ここで言うとこの子は豪子なんです。で実はその下に暴子がある。この暴っていうのは基本的にはベッドルームっていう意味です。つまり実際の家族単位、今で言うところの、これを暴子と言います。でその人たちがある程度集まって豪子と言われるんですね。実際の家族単位、要するにまあ一族まとまって住んでたんで子なんですね。中央は国司で、まあ、昔の国の宮津子は、軍事になります。国司っていうのは昔の国の宮津がなったと勘違いしてる人が多いんですが、昔の国の宮津子は軍事、その地方の、まあ、豪族である軍事になってきます。国司は中央が派遣します。中央集権体制ですね。国司は中央から派遣する。これは支配するときすごくやりやすいんですね。そしてもう一つ、これはまあ入試によく出るんですけど、ですがまあどこでもいいじゃないって思うんですが、軍票論争というのがあります。これは軍という字、いやつまり氷という字が軍なのか氷なのかということで揉めたんです。すごい揉めたんです。なんでそんなこと揉めるんだろうと思うんですけどね。歴史の先生でそういう揉めるの好きなんですよ。論争大好きですから。で結果木簡で決着しました。ここで出るのは軍票論争と、もう一個木簡も入試に出ます。木に書くメモ用紙で見つかったため、時代が分かりました。氷から軍に変わったと、それが分かりました。氷から軍、今の氷軍に変わったというのは分かってます。で氷の時は、表紙って言ってたのって言ったら違って、氷の宮津子と言ってたんです。氷を宮津子と言ったんです。つまり国の宮津子が一回氷の宮津子になって、それから軍事になったって流れです。まあこれちょっと難しいんですが、軍票論争の名前は結構出ますので押さえておいてください。別に全然楽しくないんですけど、まあ木簡で決着がついてよかったじゃないかと。実は里も郷と書いて里、ふるさとの里っていうのはここからですね。ふるさとの里はこちらから、里から里になったんです。そして陣定め、これは入試あんまり出ませんが、これは現在の閣議と一緒です。こちらを押さえておいてください。現在の閣議と一緒です。なんで陣定めっていうかというと、この F の陣があってそこで集まってしゃべるんです。太政官の役所内はね、普通の役所みたいな感じでね、会議室って感じじゃないんですよ。
で、この F の役所のところに両側にこうみんなが座って、畳の上に座って、真ん中は畳が空いてるんですけどね、畳の上に座れるのは3儀以上って決まってますから、十三儀の位か三儀を持ってるか、三儀以上って決まってますから、が両方脇に座って、まあ左大臣右大臣が並んでいるという感じです。天皇が中心に座ってますので、天皇はミスを抱えてます。で、天皇の代理がいるときは摂政なのか関白なのかどっちかです。で、摂政というのは天皇が幼かったり女性であったり病気であったりとき置かれるのが摂政です。それに対して関白は全権委任されます。全権を委任される。まあ宇田天皇の時に、ね、藤原元手になったのが最初ですが、全権委任です。全てのことを、ね、関わり申せっていうところから来たんですけどね、語源は関わり申せということです。で、まあ実質的なトップというと太政大臣なんですが、これも即決の官という呼ぶんですが、適任者いない時はすなわち閣っていうんです。適任者いなければすなわち閣、閣あのね、いらないということで、絶対に存在するとしたら基本的には左大臣です。一の神と言われますが左大臣です。古文の時は一の神と一の人を間違えないでください。一の人は太政大臣とか指しますから、一の神っていうのは一応基本的には総理大臣、右大臣が副総理って感じです。その、ね、下に内大臣がいて、で大納言、これが実際現在の内閣官房長官にあたります。それを補佐するのが中納言です。そしてこの会議に出席できる発言権を持つのは参議です。参画するって意味で今で言うと、まあ、国務長官ですね。閣議に参画できる、そうですね、国務大臣以外で内閣閣議に参加できるのは、内閣法制局長官ってのがいますけど、法律の時法律を決める、ね、戦いですから、それはなんか参議院結構近いと思います。国務大臣と内閣法制長官みたいな役職ですね。そういった感じで押さえていってほしいです。左大臣と右大臣なんですが、左大臣の方が上です。で、これはなんで左大臣かというと、天皇から見て左にいるのは左大臣です。右にいるのは右大臣です。ということで、まあ左方右方で、まあ省略語で言うと太政大臣のことを小国って言います。平清盛は最後太政大臣になりますから入道小国、頭を丸めた太政大臣ということで入道小国と言われてました。左大臣は左府殿ですね。悪左府頼長と言われた人もいます。右大臣は右府殿、これは織田信長が右府殿って呼ばれてます。内大臣は、そうですね、徳川家康が内府殿と言われてます。内府です。大納言は赤いって言うんですが、これ意外と大納言は言われないんですよね。有名な百人一首の大納言均等ぐらいですからね。中納言はですね、中納言様というんじゃなく、これ黄門様って言われます。水戸黄門の黄門、中納言です。権中納言でしたので、黄門様ですね。三儀は宰相という言葉を使います。一応ね、政治国政に参画する、ここまでが国政の閣議に出れるという人なんで、まあ参議になれればなってみんな思います。参議になれればなっていう感じですね。参議一歩手前で、まあいろいろやらかしてたから取れなかったのは有原の成平とかね、そういう人がいますけど、この辺りは基本的に日本を動かした人ということですが、すごい少数で国政を決めていたということが分かります。小さな政府というやつですね。すごい小さな政府でした。ですが、まあ政策決定は意外と早かったんです、そういう意味では。ね、ということで今日押さえるべきは、まあ中塚社長からの覚え方は、中式自民平家大宮と覚えておいてくださいね。さあ皆さん行ってみましょう。中式自民平家大宮ですよ。2回連続でせーの、中式自民平家大宮、中式自民平家大宮。ちょっと手の動きがずれてましたね。でもこのことをしっかり覚えておいてください。
二巻八章一対五 F 中式自民平慶大愚、これをですね、押さえておけば大体大丈夫です。それではまた次回お会いしましょう。